そういう人とさ、パリコの友どもに、なんとか、まだ、まあ、そうか、賢秀はもちろんのことだけど、さっきも言ったように、全く一般の人たちっていうのは、自分の人生を、この開く、何も手立てなく、ただただこの、喘いでる。ね、なんとかしようよと。だ、月収だけでいいんだから。入信するしないはね、それはもう、そこまで問わないわけだからさ、仏様は。月収をしてあげること、一言でも日蓮召集、南無妙法蓮華経、解団大御尊、邪教は全部不幸のもとっていう、そういう内容のことを一言でも耳に入れてあげさせる、目に触れさせるってことで、その人は確実に将来絶対に幸せになれるっていう、もう因を積ませるわけだからさ、その功徳でいいわけよ。だからそのままたくさん積まれてくれば、自然に入信する人も出るだろうしね。でも一番はやはりそういうものすごいご本尊に出会ってるのに、自分らがその他に向かって目の前にそうやって会えてる一般の人たちがいるのに、自らだけがその宝を独り占めして、これが仏様がまあ一番許されないことなんだよと。だからでも宝物と感じれるためには唱題だってことなんだな、やっぱな。唱題し抜かないと本当の宝物のご本尊とはやっぱり思えない。だから逆に言うと、宝物のご本尊なんだと思えるほど唱題すれば、ほっといたってやっぱり桁行になってっちゃう。人情として。黙ってらんない。誰かに教えてあげたい。っていうね、これが本来のやっぱり授業を受けたのあり方なんだよね。今日ね、そう、自己紹介をね、短め、一通りみんな短めにこうしたんですよ。なので、どうぞ自己紹介を。